農水省、牛乳やヨーグルトを一つ多めに買って。本日、江藤農林水産大臣が記者会見を開き、今後牛乳が余ってしまう恐れがあるとして、牛乳やヨーグルトを普段よりも一つ多めに買ってほしいと呼びかけました。江藤大臣は記者会見にて、生乳の生産量は 6月に向けて増加するが、需要の落ち込みで生乳が行き先を失うことが懸念される。買い物の際に牛乳やヨーグルトを普段よりもう一つ買ってもらえれば、酪農家の生産を守ることになるので、協力をお願いしたいとなっておりまして。こちら、今後、生産量の10%余りにあたる7万トンから、 9万トンの需要が減少するんじゃないかと推計されておりますが、まあ、現在、こういった牛乳などの需要が落ち込んでいるとして、多くの方が牛乳を購入していただけているおかげで、家庭向けの牛乳などの販売は伸びていることが確認されております。まあ、現在、日本においては牛乳を買ってきて、えー、そう 作ったり、また家庭でお菓子を作るのも流行ってるようでございますけども、私も牛乳を買ってきて、えー、カッテージチーズを作って食べたりしておりますが、まあ、こちら、こういった牛乳ですね、牛がお乳を出しますので、 こういったお乳を絞らなければ、牛が病気になってしまうという問題もあり、生産を止めることはできません。そういった中で、牛乳が無駄になってしまわないように、皆様、牛乳やヨーグルト、さらに生クリームなど、普段の買い物の中で、 少し多めに購入していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。